と、わっ。え、お姉さんどっから来たんですか？私ですか？はい、私東京のから来ました。はい、なんか一緒に乗ってましたっけ？はい今日実は、はい、愛人探してて。愛人、はい、奥さんはいらっしゃる？あ、いらっしゃる。ちょっと良くないですね。置いてもらっていいですか？うわ、ちょっと置いてもらっていいですか？置いてもらっていいですか？怪しいですよ。どうぞ。これもほら。はい、というわけで沖縄に着きたましたっていうか、あ、誰ですか？こんにちは。こんにちは。あ、どうぞ、されました。なんか、お姉さんですよ。かわいいですね。あ、かわいいですか？はい、ありがとうございます。ありがとうございます。海で断られたんで。海からついてきてる、この人。シュノーケリングした時も私にナンパしてきたの、この人。まあ、気持ち悪いですね。そっからパラセーリングをついてきて、全部ついてきてるよ。なんだっけ。なんだっけ、行こう行こう。ついてきてるよ。ついてきてるよ。ついてきてるよ。待って待ってってしてる。沖縄といえばって何なんだろうね。僕が生まれたこの島の空を遥か。あ、もう
違和感ないように相手を騙せたら勝ち。歌でいくよ。いつも通りのある日のこと、君は突然立ち上がり行った。今夜空を見に行こう。ごめん知ってるから。やっぱ星だよね。星だよね。あれは絶対星。間違えないでほしい。そこだけは。あ、じゃあ、あれがデネブアルタイルシーシー。あー、目が目が。私このさ、一本でストーンの苦手なんだよね。あ、じゃあ、はい、会いたいとかね、そばにいたいとかね、抱きしめたいとか。いやいや、知らんになった。そんなんじゃなくて、ただ僕のそばにいてくれよな。あ、うわ、なんだっけ、本物がわかんない。そんなんじゃなくて、ただ僕より先に死なないでほしい。会いに行くよ、君の元。今作った。作った作った。絶対作った。歌作ろう。歌作ろう。作詞作の OK です。OK じゃないけどね。気づかれなかったらいい。じゃあラリルレロ OK。 恋する二人のラリルレロ。ラランデブー。リ凛としたその姿。ル留守番電話かかっちゃって。え、ねえ、本当にすいません。レ、連絡途絶えても。ロ、ロッシーに。ロって何。路頭に迷ってもお前一生愛し続けてんぜ。ロビーの前でお前を待ち続けるぜ。あ、いいね。その連絡番ではなくて連絡途絶えても。いや絶対うまい。え、待って、絶対うまい。絶対うまいよ。誰これ、ポンディーポンディー。え、マジでエビ誰も食べないの。うん、食べろ。両方食べない。余ったら。余らない、余らないよ。え、てか、うちめっちゃ焼けてんだけど。え、日焼け止め塗った？塗ってない。それじゃんよ。あった、誰、それ。じゃあ肉を入れつつ野菜も入れるか。うめぇ。今に帰ったんで、もうあれでやってください。はい、喋ってください。ちょっと、やめてそれ。ダブルってなんだ、なんかちょっとなんか、これ、なんか、え、なんか、うちもさっき言ったんだよ。同じこと。なんか見せたなと思った。ちょっと違和感ある。シャープ。いきまーす。絶対ガチじゃないから。うわ。うまいじゃん。So nice. So good. No way. 早く帰ろうか、早く帰ろうか。OK, OK. OK, come on, 豚さん、こちら。ねえ、両ヘビ食べる？いや、僕いらないです。食べんの？食べんの？食べんの？食べてくれたら。僕、いらないんだ。ほんとね、食べたいじゃん、ほんと。正直に言ってる。食べたいです。じゃあ、嘘、あげる。いや、あげる。あ、やばいやばいやばい。はい、ごめん、あげるよ。いや、ちなみに、今日一でかい。いけ。いや、うちいっぱいあるからいいの。え、申し訳ない、そんなに。あれがたくくれー。この恨み、一生続くから。この恨みは一生続く。え、これで下口に食べちゃっていい。行け、ひと思いに行け。わぁ、絶対美味しい。最悪。おごってね、今度。肉残ってますよ。行け行け。じゃあめちゃくちゃ行っちゃってください。18だよ。よよ。違う、ね、18だよ。よ。なんか知ってる方知る。え、マジ。うちらめちゃ行って土曜の8時だよ。よ。マジ？え、NHK？ NHK？ めちゃ行けつってるやないか。めちゃ行けつってる。めちゃ行け。え、あれもあったよね。うちうちは日本です。案内とか知らないの、さすがに。案内。番組名。案内。案内っていう番組。通知。ミキサゴとかは見てました。ああ、いいね。羞恥心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 。俺たちはバーいつも。初めて買った CD。うほ。初めて買った CD なの。恋するは必中。あ、ごめん。うち初めて買った CD 違うわ。解決通りだ。あ。じゃあ旦那さん兄弟。ハンズハンズ。みんなハンズハンズ。知ってる？知らない。えぇ、ー、え、
解決通りは知ってる？知ってる。イソシとムソシ知ってる。イソシとムソシ。イソシとムソシ。ケロッ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 ピアノって超大事。あ、そうですね。みんなは悪く竹本ピアノ出ましてちょうだい。でもそれ今でもやってるもんね。やってる。最近なんかまたやり始めた。そう。しかもあの画質のままです。そうすごいよね。あれすごいすごい。触っていいですか？何ですかこれ？これって何なんですか？両兵これでも結構大変になる。あ、でもまだいけます、ね。ああ、いけんだ。両兵消食？体重聞いた？改めて測ったの。うん。48。じゃあうちより軽い。あの体重計がおかしかった。いや、おかしくない。彼女とか何て言うの？43、4とか。わちゃんだって彼女より全然軽いっていうパターンありますよね。じゃあ後ろ兵が使ったら彼女より重いんじゃないですか？付き合う？付き合います。D
理想系は分かんないんだけど身長何センチで何キロぐらい180センチ。それ女性で言う A カップだぞ。175以上今時キム回して175以上理想でしょ。だってもう俺は理想理想理想よ。別にいいじゃん。いいよ語っちゃうよ。そっちだってなんか C カップ以上とか言うんだろどうせ。175以上を65キロ以上脱落だ。何しは170センチ以上体重わかんないんだよ。体重結構100キロいってたけど何でもいいの。あ、わかるわかる。48以上100メガンで良平の理想はそれこそ体重がわかんないな、じゃあ何センチ何カップでいい。あ、何カップで155以下5以下自分が170だから20センチぐらい下がった方がいいのかなと思う。なるほどね。だいぶあるね20センチって。155とか50とかで F カップ F カップ。なかなかいねえよ。じゃあ両平の想像してる F はどのぐらい。いらないよそんな。どうかしてるよね。どうかどうか。ああこれ。オッケー。オッケーで。何がオッケーやね。西。はい。危ない危ない危ない。
ごめんなさい。あー高い。大丈夫大丈夫。大丈夫大丈夫。よく行く。それで落ちるよ。何してるんですか？今なんか自分の海の中にいる。あ、え、どうしてるんですか？ナンバーしに来ました。ナンバーしに来ました。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。また。あ、また。はい。早くいるんで。はい。こちらこそ。東京で。可愛かった。あ、おかおか。あの、海。ここまで送ってるんですか？海の中で送ってるんですか？ここまで送らないでください。大丈夫なんで、今。なんか、週刊誌に追われた。追われてて今。どうしました？あれについて教えてください。なんか。答えてください。いや、今あの、プライベートで、すいません。お願いします。逃げないでください。あのことについて答えてください。すいません。社長さんと田中さんも私たちに対してはいつもタメ語なんですね。で、一番後ろの加藤さんは皆様に敬語を使われているかなっていう感じで、なので前4人が敬語でお話をし、一番後ろの坊やが、タメ語で話す、そういうルールにしました。次たこ焼き夫婦に行くの？そうです、そうですよ。そうですよ。いや、これやりづらいね。行くのって言ったらうんって言っちゃいそうだもん。辛い。それはルールとしてもう一つ追加してもいいですか？何ですか？これ笑ってはいけないというのはどうですかね？いや、ちょっとそれ厳しいですね。なんでですか？笑いたいじゃないですか、やっぱり。まあまあまあ、そうですよね、うん、でもやります。皆さん今日は会食っていう気持ちでやってください。かしこまりました。身内のなんか楽しいワイワイドライブだとは思わないでほしいですね。分かったねえ。はい、見てください。前見てますよ。車に乗ってるっていう自覚を持ってください。このビビットカウンターってやつですか？どうしました？あ、フフフフ言ってました。今鼻にちょっと、もうこういう言い訳がましいんですけどってどうなんですかね。人ダメですね。どうしよう。すいません、かわいそうなってきちゃって。あ、もうダメです。いや、今のは今アウトみたいな下りがあった時は止まりますよ。そりゃカウントは。そんな人なんですね。はい、私そういう人です。信じられないです。あ、信じられないです。これどうなんですかね。まあ甘く見てあげましょうか。すいません、すいません。うん、すいませんでした。はい、前に進んでください。たー、加藤さんも笑いました、ね、加藤さん。あ、ダメです。あ、ダメですよ。加藤さん、こちらをじゃあ出発いたします。あ、セットしてください。あ、じゃあ、あの、そこに置けないんで。はい、なんか処分するなりなので名前もちゃんと呼ばないと。ちょっと入ってるんですよ。ダメですよ、振動箱に。あ、できました。ここにいいですか？はい、わかりました。インクリストお願いします。ちょっと待ってもらっていいですか？あの、わかりました。ごめん。え、笑ってません？田中さん、田中さん、大笑いです。大笑いですよね。中腕でドライブするってでもと難しいですね、これ。そうなんですよ、逃げがないというか。ないですね。だからみんな唐揚げで行くかなと思ったら、あの男性がね、やっぱり頑張ってて。まあまあまあ、すいません、ちょっとあの、みそぎですね。あの、ちょっとなかなか喋れなかった。あ、確かにそうですね。すごい。そうなんです。そういう面でっていうことですか、ね。はい、しっかり考えてらっしゃるんですね。加藤くんはもう少し反省した方がいいですか？はい、反省です。ちょっとなんかそうですね。加藤くん、ちょっとお話あんまりできてないですね。そうですね。もう少し。今、そうですねって言いましたね。あー、はい、はい。カレーで、たこ焼きのカウント新たの始めてください。はい。もう始まってますよ。はい。一歩リードですね。あの、支払いが終わった瞬間が始まった。そうですよ。では加藤くんからちょっと話を切り出してみてください。あの、ほんとほっとくと私たち静かにしてください。静かにしてください。加藤くんが今喋ろ、はい、恐怖を感じますか、あなたは。わかりますか？わかりますよ、この気持ちが。あなたにわかります。加藤くんに喋らせてあげてください。どうか。あ、来ましたよ。ブスブス。もうダメですね、この人。え、歌っただけですけど。今のもう歌ったか。もういや、歌ったはこのちょっと人ばかり。わかりました、わかりました、わかりました。喧嘩やめて。西さん、暑いんで早くどうにかしてください。いや、無理でしょ。
この角度。じゃあまだ開けますか。ほらなんでどうして風を感じろ、風を感じろ。呼び捨てで呼ぶのもうんちょっと、あ、うんうんっていうのは私目上の人にも言っちゃいます、ごめんなさい。ちょっとあれなんで、うん、ニックネームをなんとみんなでつけたいな、うん、あ、なるほどなるほど、仲良くもなれるしってと。なるほどね。あ、まあじゃあ全然つけてもらって、うん、ありがとうございます。すいません、安全運転で。はい、もちろんです、もちろんですよ、ね、お願いします。よだれだこさん、はい、ラララララーラー、これたこ焼き、はい、笑いましたよ今。どうしたんですか。よだれだこしない西さん、いただきます。はい、どうぞ皆さん美味しくいただいてください。はい、いただきます。おいしい、いただき、はい、はい、たこ焼き一杯身が一つ、たこ焼き一杯身が二つ、たこ焼き、すいません、すいません、ごめんなさい、ちょっと乗りづらかった、ごめんなさい、すいません。もう一回いただいていいですか。もう一回行きましょう。行きます。はい、たこ焼き一杯身が二つ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 。ほくろはいつ増えていくの。ほくろはいつ増えていくの。将来二つになりたいな。いや、あっちも見ていく。ちょっと今、ごめんなさい、ちょっともう道も違いましたし、ごめんなさい、ごめんなさい、仕方ないですね。すいません、すいません、今、はい、今2番もあると思わなかったですね。これいきます。アルコールインダバディ、アルコールインダバディ、大阪の隣は、大阪の隣は、枝毛がボインボイン、枝毛がボインボイン、あ、隣のあの子もボインボイン、隣のあの子もボインボイン、だけど私はしょっぽしょっぽ、しょっぽしょっぽ。待ってください、あそこマイナス5ポイントなんですか。あ、しかしね、そうなると、はい、タニシさんゼロですね。ビバリー、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 いきまーす。はーい。ワン、ツー、スリー、フォー。アルコールインダバディ、アルコールインダバディ、アスファルトにガム、アスファルトにガム、あなたのボインボイン、あなたのボインボイン。ボインボイン引っ張られまくる。ずるいですよね。ずるいですね。一度出たワードはちょっと著作権引っかかっちゃうんで。そうですね。じゃあ現実注意って感じですか。現実注意で。これって、はい、おきゅうさん、これおきゅうのです。これ取っちゃって、すいません、タニシのマスク、あ、ビバリー、ビバリー、タニシさんのマスクは分かんないですよ。ビバリー、ビバリー、ビバリー、コニシさんの、コニシさんは誰ですか、誰ですか、コニシさん誰ですか。なんかゲームやりたいなと。うん、なんでもいいよ、なんかやろうよ。あ、はい、じゃあ山手線ゲームで。ああ、なんか合コンみたいですね。確かに。山手線ゲームって何でしたっけ。お題を決めてそれに沿ったものを順番に言ってくってこと。まあ色とかだったらネイビー、バインレッド、セージ色とか。そうですね、結構特殊なの知ってるんですね。はい、私結構色笑いました。失礼いたします。あ、失礼。チキチーのセット2つください。お、2つください。ダブルチーズバーガー1つください。でも食べたかなくて大丈夫。食べる、なんか、うん、次俺の金でむちゃくちゃなんか気使ってんじゃん。テリヤキマックバーガー、テリヤキマックバーガーのセット、セット1つ。あ、じゃあそれ2つで。あ、2セット頼んどんねん。じゃあみんなに分けていく。すごい、お願いします。待ってろ、お前らテリヤキだよな。テリヤキです。おい、何楽しもうとしてんの、めっちゃ笑ってる。おい、仕事しろ。すいません。グーチョキパーやろ。いいよ、グーチョキパー。西さ、明日さ、あのコラボじゃん。あ、ごめんごめん、ごめんね、じゃあちょっと、あ、ごめん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 、ごめん、続けて。グーチョキパーで、グーチョキパーで、リコちゃん明日の撮影、俺のグーチョキパー見て、見てるよ。いけいけいけ、グーチョキパーで、グーチョキパーで、何作ろう、何作ろう。意識を自転車でどっか行かない。あー、どうしようかな。うちのバッグでさ、サイドポケットに銀のキラキラみたいな、なんかパスモケースみたいなの入ってるんだけど。リコちゃん、あ、好きな女性のタイプとかそういう話しないんですか、2人。女性のタイプとかもこれ会ったの2回目なんですよ。そうです。あ、じゃあなんか悪いじゃん。なんか悪いんですよ。え、じゃあいろんな方にはお会いしてきたってことですよね。そうですね。どれぐらいイケメンですか、これ。そんな、カルマさんですか。はい、下から、下からやばいだろ普通に考えたら。